はい、どうも、塚さんです。はい、どうも、塚です。今回はこちら、ベッドプロステンダス一般内視鏡グローブの紹介です。はい、こちら一般内視鏡の2020年モデルやってきました。いっぱいある、いっぱいあるね。いっぱいあるね。はい、いっぱいありました。なので、ちょっとこちら一つずつ見ていこうと思います。よいしょ。はい、ではこちらピッチャーの2つになりますね。ピッチャーよ、種類ピッチャーよ、ピッチャーよ。やっと前でちょっと一気に久しぶりだ。はい、でこちらピッチャー2種類なんですけども、デザインがそれぞれ違いますね。ウキナが持ってる方、こちらがダイヤ、フラットダイヤっていう、ダイヤね、ウェーブ。スカサが持ってる方がこちら、どんな感じで見えますか。これは野球ボールです。野球ボール、野球ボール、野球ボールです。そしてね、スカサの方ちょっと背面、こちらですね、王冠スタイル。王冠スタイル、かっこいいなこれ。でこちら手口は順巻きですね、両方とも。はい、順巻き、巻きで、じゃあ順巻き。はい、でこちらの2つのサイズなんですけども、ウキナが持ってる方がすごい小さいですね。はい、で、使ったのはちょっと大きいんで、ちょっと見た感じ分かるかな。こっちのはね、なんか中の感じが広い感じも伝わるかな。続いてこれはサイズ違いですね。はい、じゃあ続いてキャッチャーミット。キャッチャーミット。はい、では続いてこちらキャッチャーミット。キャッチャーミット、はい、キャッチャーミットです。はい、で、こちらのキャッチャーミットは、まあ、手長持ってる方、こちらは結構オーボソドックスな形なんですね。まあ、普通に指カバーが付いてて、まあ、手口の方は全部閉まってるんですね、ベルトで。で、つかさの方、こちらがちょっとセパレートな、セパレート、ね、セパレートした、はい、で、指カバーじゃなくて指当て、指当てね、はい、まあ、セパレートなので、ね、まあ、しっかりと柔軟に動くってですね、手首が。だからね、このね、覆われてる方もね、フィット感いいんだけどね、これセパレートだからね、さらに、さらにフィット感がいいんですよ、これ。はい、じゃあこちらキャッチャーミット、キャッチャーミット、はい、はい、じゃあ続いてはこちらファーストミットです。ファーストミット2人で行ったはい、で、ファーストミット、こちらも結構オーストックスな形にはなってますね。うんうん、ですね。はい、で、まあ、少しちょっと小ぶりなのかな、小ぶりでね、うん、動かしやすい感じ、ね、しやすい感じす、ね、あとね、これね、このね、背面にここにね、プロステータス書いてます。これかっこいいですね、ここにね、ファーストミットだけです、ここに書いてあるの。はい、では続いてこちら、内野用のショート、セカンド用ですね。内野用、はい、で、ティナが持ってる方が、まあ、少し小さめの HWAVE、 HWAVE、 塚さんが持ってる方が少し大きめのクロスウェーブ、クロスウェーブきた。で、塚さんの方、こちら取って紐がクロスウェーブの方も抜かれておると。で、両方とも手口は逆巻き、逆巻き仕様。はい、ティナの方が H ウェブ、こちらのウェブがね、真ん中の部分ちょっとね、編み込まれてるってね、ちょいバスケット、ちょいバス、ちょいバスですよ。いいですね、これもね、クロスウェブにちょっとね、紐がこう通されて、ちょっとね、違う感じで、はい、少し小さめなこれショート、セカンド用ですね、うんうん、はい、はい、では最後、こちらはサード用と外野用になりますね。外野用、はい、で、サード用、こちらはね、結構ボックス型になってますよね。そうだね、ボックス広い、やっぱサード用で、ね、しっかりと、うん、ガッチリと取るっていう感じで、うん、こちらは順巻きですね。順巻き、順巻きです。はい、そして、つかさの外野を、外野手、外野をこちらも順巻きで、まあ、しっかりと使う感じの、うん、で、その中でワンポイントは背面の、背面のね、レースが各指にね、こう、ね、連結されてる、外野手のこういう背面レースっていうのもかっこいい感じ、ね、うん、そうだね。しかもこれやっぱ大きいからね、やっぱりこの指をね、のこの力をね、伝えるためにもっていう感じですね。いいですね。はい、というわけでこちらのプロステータス見てきましたけど、プロステータスということで、こちら皮がいいんですよね。あー、いいね、プロステだからもうプロステの皮ってことで、皮がいいということで、そうなんですよ、こちらすべて日本製なんですよね。あ、日本製、ジャパン、メイドインジャパン。はい、こちらそれぞれ全て3色ずつありますね。ああ、このね、はい、これあるやつね。はい、で、あとステッチの色、うん、こちらがね、全てこのライトゴールドって言われるね。これね、これいいわ。黒が一番やっぱ見やすいかね。見やすい、見やすい、ね、この色がね、違うだけで全然印象違うからね。そうなんですよね、あとステッチ、うん、結構ね、ちょっとしたイメージの違いになるよね、ステッチが。すごい、ここでも変わってくるね。そう、うん、はい、というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンもぜひお願いします。お願いします。今週のプレゼントコーナー、今週のプレゼント、こちらです。こちら、千葉ロッテ中村俊吾選手のタペストリー、こちらを1名様にプレゼントします。1名様に、はい、手裏面こちらになってます。でかい、応募方法はこちらになります。こちらはい、そしてこちらのタペストリー欲しいよって方は、ぜひコメントにタペストリー欲しいよってコメントお願いします。お願いします。こんなさん、次回予告。なんか整形とかした時に、よくなんかやってる人がいるんですよ、韓国とかで。顔にこうやって巻いて、はい、ほら、目のところがありますよね、多分。ぴったりだな。